ああ、どうも皆さん、おはようございます。今、網走刑務所の前に来てるんですけど、はい、あそこにもう塀が見えてるんだけど、うん、網走刑務所の前に来ております。多分一般入場はできないと思うけど、ちなみに今ね、網走刑務所へと向かうこのお堀というか川のなんか橋を渡ってます。はい、鏡橋って言って、この刑務所から出所した人間がこの出所直後にこの橋を渡ることになるんだけど、この橋を渡る人間は後ろ振り返ってはいけないっていう振り返るとまた収監されるからという橋に今来てますね。うん、鏡橋。なんか、見張り台みたいなのもあるけど、今、リアルでは使われてなさそうですね。うん。多分、徒歩だったらね、観光客もね、入っていいと思うんだよね。どこまで入れるかわかんないけど。そして、謎の石像、木像もあります。うん。まあ、ちょっと見に行ってみましょうか。どのくらい入れるか。うん。なんか、すごいな。博物館とかあんのかな、これ。これすごいっすよ、なんか。なんか謎の祭壇みたいのもあるし。そして壁。なんか昔は凶悪犯が多かったみたいですけど、今はなんか麻薬犯罪が多いらしいですけどね。うん、うん、なんかこうすげえ古き良き門があって、うん、多分その警察関係者の人もいるんじゃねえかな。うん、正直このどこまで入っていいのか分かんないし、どこに入れるのか分かんないけどね。俺も初めて来たから。うん。なんか監修の人が見回りしてるぞ。やばいな。門がありますね、そこに。あそこに展示場がある。ちょっとあそこ行ってみましょうか。開いてんのかな？囚人の方々が作った、なんか木彫りとかあるんじゃないですか。もしかしたら、うん。うわ、中から囚人、なんか監視の掛け声聞こえんだけど、番号で呼ばれてんのかな。やばいな、マジテンション上がるわ。マジテンション上がりますね。ここで写真撮りたいぐらいだけど、ちょっとぼっちだから写真撮影できないっていうね。うん、網走刑務所、ちょっと引きで見るか。こんな感じの正門があって、うん、ちょっと近づいてみよう。すごいな、すさまじい。今ゴールデンカムイが有名だしね、なんか割と観光客も多そうだけど、うん、すげえな。から入れないらしい。多分そっちが本当に入る入り口なんだろうな。こっち入れんのかな。ちょっとなんか今朝の9時とかだからさ。なかなかね。こんなさ、早朝に監獄に来るやつなかなかいないよね。でも観光客はちらほらといますね。なんか、いや、ちょっとびっくりしたのが、塀の中からね、掛け声が聞こえたことがね、ちょっと今、驚きだ。なんか、うん、ちょっと夜か。多分入れないんじゃないかな。うん。いつ入る？あ！平日は、
うん、10時から。今何時だ、ちょ、わかんないけど、今9時半とかだから、まだ入れないわ。ちょっと、これからね、網走監獄のね、博物館行ってくるんで、その後空いてれば、うん、ちょっと、入ろうかな。うん。なんか、囚人、囚人の人たちが作った木彫りとか、写真撮影してる人もいますね。多分あっちがなんか本当の入り口なんだろうな。あの学校みたいな建物。うん。ちょっと、ま、あの、さすがにね、網走刑務所本館はね、なんかそう、やすやすと侵入できない。てか、その観光客向けに開放されてんのはなんか、その、受刑者の制作物展示場だけだから、中は見れないけど、ちょっと壁の近く歩いて帰るか。うん。いや、ちょっと驚いたね。なかなか、うん。いや、本当に、受刑者なのか刑務官なのかわかんないけどさ、マジでさ、中から掛け声が聞こえて。うん、すげえな、これ。中の様子わかんないけどね。これスマホに棒つけてさ、覗くようにさ、上からこう、ちょっと覗いてみたいの、中の。龍が如くで一応、網走刑務所の中は把握してるけど。うん。まあ多分、その、本物のさ、中身を映しちゃうとさ、その、脱獄とかに計画されちゃうからさ、多分若干変更はかかってるだろうけど、龍が如くでだったら、龍が如くの脱獄する下りで網走監獄見たことある、中な、中は。龍が如く5で。ああ、ちょ、ぜひやってください。ああ、すごいな。そっちの川の方は、あ、すげえ、鉄条網があるんだけど、行っていいのかな、ここ。ちょっとだけ寄るか。なんか、脱走できないようになってる、一応。まあ、そこ、水の中入れるけど。やっぱ、北海道の水の中だから冬とか逃げれないしね。ああ。有刺鉄線があるわ。すげえな。もしかしたら、またこの旅の帰りに撮影するかもしれないんで、まあ、その時また、あ、いや、会えるかもしれないですね。はい。じゃあ、皆さんは警察にね、捕まらないように、生きようね。ありがとうございました。それでは、さよなら。